幸せに暮らしていたリディア一家に突如訪れた悲劇。検査の結果、リディアさんとお子さん二人は親子ではないと鑑定されたのです。お腹を痛めて産んだ子供たちが他人だと言われてしまった。 DNA が絶対と言われる中、必死に戦う母親。裁判では出生証明書も出産に立ち会った医師の証言も認められない。そんな時、妊娠していたリディア。そうだ、このお腹の子なら親子関係を証明できるわ。なんと裁判所職員立ち会いの下で出産を行った。しかし、生まれた新生児とあなたの DNA は一致しませんでした。意味わかんないもん。生まれた子供とも DNA が合わなかった。一体なぜリディアと子供たちの DNA は一致しないのか。 DNA を変化させながら生きることができる。だからなんか毎回変わっちゃう。変わってしまう、検査のたんびに。だからどれがその人の DNA かが、彼女本来のものがないというか。なるほど。相手に染まっちゃったり。もうそもそもあなたは DNA を持ってませんよ。ほうほうほう。DNA は持ってないから、もう受け継ぐことができないみたいな。はあ。医師から告げられた衝撃の事実とは。不思議な人体ミステリー、水曜夜8時54分。ときめく時を TBS。